ルイ、出産おめでとう。この子が、ひなたですね。ジョー、自転車乗れなかったとは、さすが、ジョー。ヤスコが、ミノルを追いかけて、駅まで行った時のことを思い出しました。イチコを見ていたら、キヌちゃんを思い出します。そこまで偶然に出してきちゃうんだったら、キヌちゃんの子供も出してきてほしいと思います。キヌちゃん、元気かな？ヤスコ編の時から、わからなかったのですが。荒物屋って何ですか？私の地域では、そのような商売はなかったような。記憶にないだけかな？家庭用の雑貨類を売る商売。だそうで、何でも売ってるようなお店でしょうか？今で言う、ホームセンターでしょうか？回転焼きも、徐々にでしょうけど、売れるようになってきて、大阪でヤスコとルイが、おはぎを売っていた時のことを、思い出しますね。しかし、ジョーが、紐になってしまってからに、いつか、トランペットを吹けるようになる日が来るのを、ルイは信じているのでしょうね。ヤスコは、ルイの怪我の治療費。ルイは、ジョーの病気の治療費。コツコツ貯金。ヤスコとルイ、やっぱり親子だなと思いました。